ジグミケサルナムゲルワンチュクは、第五代ブータン国王。学位は、政治学修士。名誉学位として、慶応義塾大学及び、太陽国シット大学名誉博士号を保有。日本語の表記では、ジグミケサルナムギャルワンチュクとする場合がある。ブータンで現行の50.1000ニュルターム、紙幣に古神英が使用されている。第四代国王ジグミシンゲワンチュクと、 第三王妃との間の長男として誕生した。ジグミシンゲワンチュクには4人の妃がおり、日立は実の姉妹である。実の弟妹が、それぞれ一人ずつ、イボ帝が3人、イボ姉が1人と、イボ妹が3人いる。ブータンで基礎教育を受けた後、アメリカ合衆国マサチューセッツ州のフィリップスアカデミー、クッシングアカデミー、ビートンカレッジに学び、 イギリスのオックスフォード大学のモードリンカレッジにも留学しており、同大より政治学修士号を取得している。不王と同様にインドへの留学経験もある。そのため、母国語の存カ語の他に英語とヒンディー語が話せる。ブータンの王子として2006年6月12日から13日にかけて大のバンコクを訪問し、 ダーマ旧姓国王の在位60周年式典に25カ国の王族と共に出席した。端正な容姿と気さくな振る舞いで、タイ女性の間で人気となり、王子が去った後も、タイの新聞社は数週間にわたって彼を理想の男性と呼んで、王子に関する毎日の話題や写真とブータンの観光に関する記事を掲載した。また、タイでは彼の写真集も発売されている。 サッカーを趣味としており、週末にはサッカーで汗を流しているという。アサンプション大学のアボック世論調査センターが募った投票では、今回タイを訪問した王族の中では、彼が最も有名であるという結果が出たが、一部から、このような投票は、タイ国王に関する荘厳な儀式を軽んじるものだと考えられたことから、アボックセンターのディレクターは、結果の公表から数時間後に、 これを取り消した。タイのインターネットフォーラム pantip.com への訪問者は、王子についての投稿でウェブサイトを溢れさせた。未知の女性と彼の写真が投稿され、タイの日刊紙は、後で写真を特集したが、タイの捜査機関はその写真が、プライバシーの侵害であると判断し、何人であっても将来それを反復した者は起訴すると、している。2006年11月、 チェンマイで行われた国際園芸博訪問のため、タイを再訪。その際に、ランシット大学から名誉学位を受けている。ジグミシンゲワンチュク国王は、2008年に上与する意向を2005年に示していたが、より早い2006年12月14日に退位した。これを受けて、同日に国王として即位し、2008年11月6日に退官式が行われた。 本来は2008年に行われるブータン初の総選挙に伴って上位される予定であったが前倒しになった理由について全国王は彼に十分な統治経験を積ませるために早期の上位を決断したとのことだと国王の側近が BBC に語った2011年5月20日平民ながらも当園の女性ジェツンペマと同年10月に結婚予定と発表 10月13日に、プナカで、結婚式を挙げた。2011年11月21日、訪問先の京都、金閣寺で結婚後の最初の外遊では、2011年11月15日に、王妃と共に、日本を訪問。日本国政府から国賓として処遇された。17日午前に、東京都港区の慶応義塾大学を訪問し、聖家厚塾長から、 名誉博士号の贈呈を受け、三田演説館で講演を行った。その後の午後に、国会の国会議事堂にて、衆議院本会議場で演説を行う。その足で、当時すでに2年の柔道経験があり、かねてよりブータンの教育に柔道を取り入れようと、考えていた国王は、柔道の本場行動館を訪問、子供の稽古風景や、オリンピック金メダリストをはじめとする日本選手の技の、 疲労を鑑賞し、官長から行動艦柔道初段の贈呈を受ける。このほか東日本大震災の被災地の一つ、福島県訪問。さらに、京都市を訪問し、録音寺を参拝した。2016年2月5日、ジェツン、ペマ王妃との間に第一支持組ナムゲルワンチュク、王子が誕生した。2019年10月22日の即位霊聖殿の儀に参列し、 同日中に、迎賓館赤坂離宮で、安倍晋三内閣総理大臣と会談を行った。ありがとうございます。